皆さんこんにちは、エマ役の諸星すみれです。そしてレイ役の伊勢マリアです。そして今回のゲストはこの方、ギルダ役のリンです。はい、ドン役の植木真英です。はい、ということで第1話はこの4人でオーディオコメンタリーをお送りしていきます。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、記念すべきシーズン2の第1話です。やったね、イエーイ。早速ね、本編も始まっておりまして、なかなか壮絶なシーンから始まっておりますが、まあ、私たちはね、楽しく、まあ、現場での一気との違いとか、なんかトークコーナーを挟みつつ進めていければなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、オープニングですね。あ、かっこいい。あ、ここのレイもいいですよね。自分が犠牲になるんじゃないよって。いや、本当に、あのレイがこれを言って、またなんか一気の時はずっと死ぬ覚悟をしてたじゃないですか、うん、それが生きる覚悟に変わったのがなんか大きな違いなのかなと思って。本当に大きな違いですね。今の言葉いいね、りんちゃんの言葉。死ぬ覚悟じゃなく生きる覚悟ね。ちょっと メモっとこう。今後で今後使えるやつ。絶妙なバランスがすごいなって思って、初回のアフレコの時なんかそういうディレクションがちょっとありましたよね。ありました。だからもともと一番初め本当に割とやからっぽくやってて、うん、でそこからもう少し近づいてって、うん、でこと優しくなりすぎると今度は違うけど、うん、そのイメージとして言われたのは、レイのこう目指す先にいそうなでも荒っぽい感じみたいなニュアンスで、言われてましたね、確かに。そういうニュアンスはね、言われた覚えがありますね。そうだ、面白い。なんかちょっとこう圧があるというか、そう、圧がある。なるほどなるほど。だから突き放しはしないけれどもみたいなところが出してましたね。語ってる時は割と柔らかく喋ってるんですけど、うんうん、なるほど。お前たちね、ネタ振りして聞いてますからね、ムジカもきっと。ムジカはじゃあいかがですか。今初めて、うん、ソンジュの神尾さんのその最初の自分のプランというか考えを聞いて、はい、うわ一緒やと思って、うん、うわって思いました。なんかどこにも寄りすぎずのところを探さねばって思ってました。そうなんですよね、うん、だからこの2話だと本当象徴的かもしれないですけど、どこか馴染まないけど馴染むみたいなのがあるとね、一番いいなと思って。はい、嬉しい、2人ともここ好き、かわいい。このポジティブ半端ないですからね。そうですね。なんか このアフレコの時にこの二人のあーっていうのをこう隣で聞いてて、なんかもう素でこのソンジュの反応になるっていうかなっていうか、なんか なんやろ、ラジオで言いましたっけ、 LINE ライブで言いましたっけ、本当に二人がそのまんますぎて、レイとエマが、レイとエマがそのまますぎて、感情とかもすごいダイレクトに隣で演じててバンバン来るので、なんか反応するだけでいいというかなというか、なんかこうトーマラニオンをこうシーズン2で演じるにあたって、はい、なんかシーズン1からちょっとこう変えたところとかあったりするんですか。心持ちでもムードメーカーというか、やっぱお騒ぎ担当というか、うん、のイメージではあるんですけど、うん、やっぱ2期になって役に立ちたいみたいなことを言い出したりすることが増えて、うん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 、そこをね、そこどこまでふざけるかって話よくなるよね。確かに、なんか本当にただバカ騒ぎしているように見えるんですけど、うんうん、なんか実はやっぱりこう年齢的にも真ん中だし、すごい結構周りのこと見ていろいろ考えてるのかなって思いながらこうバカ騒ぎしてます。よく